サプライチェーンマネジメント、供給連鎖管理とは、物流システムをある一つの企業の内部に限定することなく、複数の企業間で、統合的な物流システムを構築し、経営の成果を高めるためのマネジメント手法である。なお、この場合の、複数の企業間とは、旧来の親会社、子会社のような企業グループ内での関係にとどまらず、対等な企業間で構築される物流システムも、 サプライチェーンマネジメントと呼ばれる。しかし、実際には、企業間の取引は対等であると限らず、現実と理論との乖離があり、その隙間分析が重要になる。また、サプライチェーンが、顧客に届くまでの複数企業間の流れであるのに、対して、バリューチェーンは一企業内の業務の流れを指す。米国のサプライチェーンカウンシルによる定義ではと、されている。 サプライチェーンマネジメントとビジネスモデルサプライチェーンマネジメントを考える場合にはインバウンドとアウトバウンドのサプライチェーンを区別する場合が多いインバウンドとアウトバウンドの定義は経営主体となる特定の企業の立場に立ってみたときにその企業と客との間の物流管理と在庫管理をアウトバウンド SCM と呼びその企業の社内における半製品素材の加工及び サプライヤーとの生産、物流、在庫の管理をインバウンド SCM と呼ぶ。サプライチェーンの管理方式は、客からの注文を、どの業務プロセスに引き当てるかの違いから、いくつかのパターンに分類される。在庫販売顧客が在庫を見て注文する。STS 見込みで生産した在庫に顧客が注文する。MTS 受注組み立て顧客注文により、最終の組み立てをする。 ATO 受注使用組み立て顧客の注文した内容に従った使用で構成管理をして納入する CTO 受注加工組み立て顧客注文後に加工組み立てをして納入する BTO 受注生産顧客注文後に原材料調達をし生産納入する的と受注設計生産顧客の注文に従い設計し生産納入する絵等などがあるサプライチェーン構築においては 加工工程などの製造装置の特性、需要特性などが大きく影響する。サプライチェーンがどのような産業上にあるか、例えば素材産業、組み立て産業、流通小売業などの産業別でサプライチェーンの一般的なモデルをパターン化することができる。以上はあくまで一般論であり、 企業間競争が激化する昨今では特定の産業が持つサプライチェーンの常識にとらわれずに単能期間を推進することで競合他社との差別化を図る動きが顕著になっている。1980年代頃から中間在庫をどのプロセスで持つかで企業のビジネスモデルを分類したりする経営理論が流行した。デルは部品の段階で在庫を持ち、 顧客の注文に応じた組み立てを行うことで不良在庫を減らし顧客満足度を向上して大成功した。デルのこの SCM を常実のようにビルド2ーオーダーという今では BTO はほとんどのパソコンメーカーで行われている。現在製造業では SCM によるビジネスモデルの構築は常識となっている。グローバル SCM では 蒸気の素材組み立てから流通から小売りのサプライチェーンを同期化させてグローバルレベルでのオペレーションの同期化を図る取り組みが進んでいる古くは自動車産業の部品サプライヤー間でのグローバル SCM に始まり2000年代に入ってからは自動車以外の製造業のグローバルプレイヤーが SCM 構築に取り組んでいる例えば 東南アジアの部品サプライヤーイコール中国の完成、メーカーイコール欧州小売店舗といったグローバル SCM をグローバルウィークリー PSI で同期化する取り組みが進み、サプライチェーン内の在庫を高速回転させる仕組みが定着している。ここでグローバルウィークリー PSI 構築の考慮点としては、原材料から最終消費までのリードタイムが比較的長いことが挙げられる。 例えば、東南アジアの部材が中国で最終組み立てされて欧州の店舗に届くまでに船便であれば10週間前後のリードタイムがかかるケースがある。このため PSI 計画の運用では最終消費の需要の読みと在庫の高さの設定方法、リードタイムをずらした後の原材料や完成品の生産ポジション、供給量の決定を PSI 計画上でシミュレーションすることで実際の SCM オペレーションの最適化を図る取り組みが一般的である。SCM の構築は経営者の観点からはロアの改善を目的としてインバウンド SCM における在庫削減に取り組むケースや客向けの単納期対応を目的としてアウトバウンド SCM における即納体制の整備に取り組むケースなどがある。こうした SCM 構築の取り組みの多くは必ずしも特定のソリューションパッケージの導入で問題が解決するものではない。むしろ経営目標に合わせた仮説検証型の現状業務の分析を通して将来にわたって企業活動の競争優位を確保するために業務プロセスのあるべき姿を定義するところからスタートすることが一般的と言えよう。 SCM 構築を成功させる上では、企業活動における業務プロセス上のイノベーションを実現するための取り組み課題を適切に抽出し、課題定義することができるか否かが重要なチェックポイントとなる。言い換えれば、SCM を中心テーマとして、業務改革、意識改革、組織改革といった企業活動を取り巻く経営環境や企業文化に踏み込んで、 業務遂行上の課題を的確に把握し、新たなビジネスモデルの設計と新規業務プロセスへの移行を着実に実施することが SCM 構築において重要である。例えば、中国の企業においてもビジネスモデルが競争優位の源泉になるという考え方が徐々に浸透しつつあり、デザイナーをイタリアから雇用し、デザイン重視の商品企画を行うとともに、 単納機の受注生産システムで在庫ロスを最小限に抑えた業務プロセスを設計、運用するといったことがもはや常識となりつつある。会社のサプライチェーンの実例や印は、サプライヤー関係管理、内部、SCM 及びカスタマーリレーションシップマネジメントを表す。サプライチェーンカウンシルは、スコアモデルを開発した際、SCM の工程を、プラン、ソース、メイク、 デリバー、リターンに分類した。以下は、各工程の目的である。プラン、シーシング、生産、配送を最適化するために諸活動を計画し、需要と供給をバランスさせること。ソース、計画あるいは実践用に応えるために、物やサービスを購買すること。メイク、計画あるいは実践用に応えるために原材料、仕掛け品を製品に変えること。デリバリー、 計画あるいは実地用に応えるために製品を提供すること。通常、受注マネジメント、配送マネジメント、流通マネジメントを含む。リターン、諸自由により返却された製品を受領すること。配送後の顧客サポートをも含む。また、ランベール等の研究者グループは、サプライチェーンマネジメントのプロセスとして、以下8項目を並べ、現場の課題であり、 リサーチの必要があるとしている。顧客リレーションマネジメント顧客サービスマネジメントデマンドマネジメントオーダーフルフィルメント生産フローマネジメントサプライヤーリレーションシップマネジメント製品開発とコマーシャリゼーションリターンマネジメント SCM という概念は購買調達の場におけるコンピュータシステム利用による単一企業を超えた情報管理により誕生した。 軍事用途が術用途に限られていたインターネット技術が一般に利用が広がり企業がイントラネットとして社内用途に使用しさらにエクストラネットとして企業間に用いるようになりそして購買調達業務がエクストラネットを足場として社内システムと結びつきシステム化されこれがサプライチェーンマネジメントという概念で呼ばれるようになったこうした コンピュータシステムは一から作成するので時間がかかる。そのため、あるテンプレートを元に構築するようになった。このようなテンプレートをベースに、業務システムを構築できるようなソフトウェアをパッケージと呼んでいる。こうしたパッケージを、特に業務用途のパッケージにて、業務課題解決するものという意味で、ソリューションパッケージと呼ぶようになった。ありがとうございます。